はいどうもこんにちは、いいかねパレット代表の樋口と社員の青柳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も元気にね、いいかねパレット通信やっていきたいと思うんですけども、はい、ちょっとまずはね、まずはどうした清則、第7回目にして、うん、もう第7回番組始まって以来のピンチなんよ。もうあのね、うん、完全に体調が悪い。やばい。え、風邪？完全に風邪か。完全に風邪なんよ。でもね、今日はね、それでも頑張っていこうとしよったわけよ、うん、そしてね、さっきねさあどうもって始めた瞬間に始めたね、うわーってなったんやけど俺びっくりした。あのね、ここねコントロールルームつってね、うん、あのほんと音楽、いいかねパレット音楽ね、機材がいっぱいあるで、そうそうそう、うん、もうほんと最新鋭の、うん、もうほんとに高価の音楽機材がバーッてある、ほんとにめっちゃお金かけて作った部屋なんやけど、床にムカデが這いよったわけよ大きいやつね。あれどんくらいあった、こんくらいあったよ。これぐらいあったよね。いやマジさ、どうなっちょん田川と。いやー、まあどうなっちょんいいかねっちゅう感じやね。びっくりしたマジで。いやだけ、いやもう今日いろいろね話したいことあったんやけど、うん、もう全部どうでもよくなったっけさムカデ見て。今日ちょっとさ、いいかねパレット VS 虫っちゅうテーマで。あーいいね、いいね、もういいわ。あーいい、もうね施設紹介話したい話したい、ちょっといいわ今日。ああいいよいいよいいよ。いや、いや俺だけあんまりさ、その施設のオペレーション中俺自身があんまりしてないやん、うんうんうん、結構俺がおらんこととかあるし、なんかその点で言うと、こうやは本当にいいかねパレット設立時からずっとここでスタッフをやるわけ、はい、やるよ、やってますよ。おそらくやけど数々の虫と戦ってきたと思う。うん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 、きょんちゃん俺あれ担当虫よ担当虫担当虫徹底的に虫と戦ういやちょっとどんなことがあったのかちょっと今日ね聞かせてもらえたらなと思って。あいいよいいよ、いいかねパレット VS、 いやもうむしろ青柳光也 VS 虫、虫ね、そう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 、たくさんの虫をね今日だって、今日さっき今コントロールルーム出たやろ、あのムカデ退治したやろ、その前にまたあのそのスタジオの前に行ってたムカデを退治したっけね。えでも今日だけでまず2匹、まあこれも、あいやもうこれもちょっと言わして、あもうきょんちゃん基本的なことムカデはつがい、いや、まあ、つがいけどオスかメス両方が、まあうん、一緒に行動しよって、そう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 、あの一匹出たらもう一匹出ると思う。そう。でムカデはね、いやマジでムカデはやばい。うん、ああそうね。それ例えばトップなんかランキングつけるとするやん。うん、5位から。うん、とすると、うん、やっぱもうムカデは1、うん、2。あやっぱそこ入ってくるよね。入ってくる。うん、いや、まあ、あえて5位からちょっと順番に聞いていきたいんやけど、うんうん、いいよ、うん、えじゃあやっぱ嫌な虫ランキング、嫌な虫ランキングベスト5。待ってちょっと悩むな、いいぜ言われたら結構頭にいく。いや、ま、もうね決定的なに決まっちゃう5匹なんやけど。あ、もうおるんたい、うん、5匹っていうのが。そう、このね人体に害があるレベルと、うん、俺の歴史上のトラウマで害があるレベルがあるき、個人的な見解でもいいよ。じゃあもう荒野の個人的な見解でいいよ。じゃあ言っていい、第5位。第5位、はい、ドゥク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 バーン、はい、アシタガグモ。アシタガグモ、アシタガグモかな。アシタガ施設でさ見たことない、あのでけえクモ。あめっちゃ見る、めっちゃ見るっていうか、まあクモ全般で、ねクモが悪いっちゅうわけじゃないんや、うん、クモが別にあの害があるわけではない、むしろクモはいいやつ。あそうやろ、うん、クモっち害虫を食うっちゅう、いいやついいやつ、いいやつよね。そう、けど、こ2つあって、まず1つはちょっと巣張りすぎ。あ巣は張っちゃうね。そうで巣があることによってね、施設として困ることが2つあるんよ。1つは汚く見える。それはそう、なんか手が行き届いてないように見えるやん。こっちはさ、クモが追ってくれた方が助かるき、そのままクモを生かしちゃうんやけど、そのままにすると来たお客さんからすると、あれあれいいかねパレットさ、もしかしてまた廃校ですかあっちの。いやほんとそうや、廃校っちのもあるきね。そう、それはそうかもしれん。でもう1個が思った以上に捕獲してくれんちゅう。あでこの今5位でクモが出ちゃう時点でこの上にずらーっとおるわけや。なるほど。俺からするとこいつらね何もしてないよ、殺してない、なき、ね、こいつらにはここやってほしいのに思った以上に活躍せんちゅうて。なるほどね。なんかもう評価だけはもう鳴り物入りで入ってきたわけや。そう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 。いやもう自分言ったらもうこの施設マジ泣かしてくださいみたいな。駅中って言われてますからでもちょっとこう夏場が終わって気温とか下がったらシューッちなるよ。それはでも生きちょんやけどシューってやると動けんくなるよ、やっぱりあの温度にあれされる時。そういった意味だとクモは殺さないけども、まあちょっと正直
こいつを追って意味あるんやかってたまに考える。そう、ね、その見た目は怖いわけや。確かに見た目怖い。そう、見た目の怖さが、うん、その役に立つ度合いに勝っているのかと。そうね、あ、勝ってる、お、いうか役に立つレベルが見た目の怖さを超えちゃうかどうか。あ、なるほどね。これはもう語ったらキリがないけど ね、 あね、まあまあでもそれはちょっとわかるわ、うん、なんか思った通りの働きしてくれよってことよね。そう、うん、思った通りの働きさえしてくれれば、うん、まあいいのにな。まあまあでも結構納得やね、5位は。5位納得やろ。5位は結構納得。そうそうそう、まあまあ安全圏。安全圏、うん、4位まで安全圏、うん、そんな第4位いく。ああ、4位じゃお願いします。第4位、ダカ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 バーン、はい、ゴキブリ。え、4位なんや。ゴキブリはね、4位。俺全然もっと上いくと思った。あのね、ゴキブリとかはね、僕らの施設で言うとそんなに飲食強いわけじゃないやん。あ、そうね、あの飲食店があるって言ってもタスコーヒーだけ。そうね、お菓子とコーヒーしか出してない、ね、言うたらね。そうそう、日々で。だからゴキブリが出て困るっていうことは少ない、少ないというか、まあゴキブリ出たら抹殺するっちゅうぐらい。ああ、まあ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 、そうそうそう。だけなんかただゴキブリっちやっぱりなんちゅうか、やっぱ王者なんよね。王者やわ、うん、俺やっぱゴキブリ出たらなんか心の奥底がゾワッとするもん。そう、黒光りするやん。あ、だから、そういった意味だと、お客さんは嫌がるという意味ではもう良い。良いよね、うん、まあまあまあ5位4位は。そのゴキブリは多分アシタカが食ってないよね。それが俺なんか納得いかんねん。まあちょっと頑張ってね、食わしてやらんと。ゴキブリぐらいは食えっていう気がする。ゴキブリぐらいは食ってほしい、うん、お前らやってくれ。でも一貫がアシタカがゴキブリ食うよとか見たことない。結局俺がやるもんね。まあだけどお前はもうクマと同等ちゅうで。そうやね、この施設においては6位に入ってくるよね。だっけスプレー持った俺が6位に入ってくる。人体にはさ、うみたいになる時ある気。やっぱスタッフとかがちょっと売りすぎっすよみたいな時ある気。まあそういった意味じゃ6位には入ってくるかも。なるほどね、うん、3位か。3位ですよ。うわ、難しいね。あのね、ああ3位がね、うわ、これ番外編もつけていい？あ、いいよいいよ。あ、じゃあ3位、まず3位で言っていい？いいですよ、はい。これは意外かもしれんけど、ああ爬虫類、まあ、特にスズメバチ、まあ、これはもう言わずもがないよ。これはもうリアルに危害を加えてくるっていうことはあるよね。で、ね、蜂がやっぱり危険なのは、巣を作るよね、はいはいはい、で巣の作る場所が、これはもう本当にいい金パレットとかならではないけど、これもうちょっと皆さん説明してもわからんから、キョンちゃんもわからんと思うけど、スズメバチっていうのはもう強敵、もう牙城を作る大きい強敵、はい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 、でそれとは違う、ちょっとミニバチみたいな、ミツバチでもない、アシナガバチでもない、なんか微妙なサイズのハチっていうのがおるの。でこいつらが厄介なのが巣を作る場所に問題がある、うん、でこのつらはそのスズメバチほどボコーンと作らんわけ、ミツバチほどなんかこう可愛らしくもないわけ、まあちゃんとしたハチなんや、うんうん、なんやけど、こうサッシがあるやろ、はいはい、こうサッシあるじゃないですか。ああ、そのサッシの、よくいいかにパレット今度来てもらったら見てもらえば分からんけど、ガチャッチ開けてガラガラって開けるドアになっとるやん。中庭に行くドアとか、各、教室じゃないけど、例えばシェアライブラリーってスペースに入るところのドアもガラガラってガラガラって、あの引き戸横に引くタイプのドア、ね、そうそうそう、であれ学校めっちゃあるんや、あるね、あそこにこれぐらい、ほんとこれぐらいのちっちゃな穴が開いちゃうよ。そこに入るん。でそこに巣を作る。そいつ単体でまず入ろう。単体で入る。ピュッと入って中にこう多分何かしら巣を作る行き、そこに出たり入ったりしようわけ。だから子供とかが、その近くにおると別に大丈夫なんやけど、まあ危険性はあるよね。なるほどな。ってなると俺たちどうするかっていうと、もうこの中をスプレーで直撃、うわバイオハザードやん。もう閉じる。だから夏で本当にやばい、本当に、あ、めっちゃ今年おるな、今年はそんなにおらんかったんやけど、去年とかめっちゃおったから穴全部入れてったけど、中庭にある穴全部スプレーしてったよ。なんか一回さ、スズメバチと戦ってなかった？お前。そう、戦った。キャタツ持って戦った。なんか去年の夏かなんか、ね、夏か戦った。いや初年度の夏、初年度の夏かなんか、給食室の裏にスズメバチがマジで大きい巣を作ったんですよ。それとあのね、スタッフ、ね、当時にいたスタッフ5人とか、いや、やりよったの、ほうき持って戦えてたの、ほうきと、俺盾持ちたもん、ほうきとかいろんなもの盾、俺はあの援軍、あたき、まあ当時のタダちゃんが、攻め陣やった、あたき、ほうき部隊で、ほうきでまず巣を落とさんことには一匹倒したって意味がないわけよ。でまずこの巣をやらないけんっていうことで、まあ、ほうき部隊と、で後ろ俺が援護部隊。援護って何する？こういうあの板みたいなの持って、虫よけスプレー持って、
で虫よけスプレーじゃ絶対来るやろ。倒せんよ。でもスズメバチはすごすぎる木、うん、ブーッチ来てバーンチ倒せんやけど、うん、まあいっぱいで来るやん、うん、そうやね。でそれ俺がシャッそのあやられると思った時にシャッってやるわけすると少なくとも動きが一瞬鈍るんよ。それでやるんよ。けど結局倒せんくて車でギリギリまで行って出て戦えたけど、もう車にバーン入ってもうめっちゃ怖いわけ、うん、もう車にめっちゃスズメバチ逃げ込んじゃうよ車の中に。お前はでも、うん、このままやったら確実にお客さんやられる気、うん、もうやらない現地で、うん、最終的にそのまたキャタツに乗って、うん、もうビニール袋ね、うん、ゴミ袋、うん、をバーンかぶせた、うん、めちゃくちゃするやん、うん、でそのままガンってガチャンって倒れて、うん、でもうそれキビって、うん、いけいけいけっつってて残っちゃうやつらはもうその惨敗兵というか惨敗兵、うん、もうそのあるはもう落ち武者狩りスプレーでね落ち武者狩りみたいにスプレー飛び道具で行くわけ。そうそう、もうその時には遠距離戦、その時にはもうみんなテンパっちゃうき、蜂もやっぱり知恵があるきさ、ええー、と思って巣がないみたいな状態になる。そうだ、ね、その戦いよったやつらが帰ってきた時に巣がないっちゅうのもうあとはもう落ち武者をやって、でその巣はめっちゃスズメバチ入っちゃうけど、まあちょっと焼かしていただいて。あすげえね、大変バリ駆除まで DIY でやるよ。まあだきそれが初年一番最初にできた時の8月や7月か8月にゃだけど、もうそっから火蓋切られたよね。なるほどね、俺たちと虫の戦いは。すげえ、だから俺おらんきねその辺は。そう、その時まだきょんちゃんがこっちにいなかった時で大変やったよ。もうほぼ虫が大変やったっちってもおかしくない。なるほど、うん、じゃあ3位は、蜂もう強敵、人類の敵蜂。はいはいはい、じゃあ2位。第2位、はい、まあもう第2位はもうさっきの出てきたムカデやね。ムカデもきついよね。ムカデはもう見つけたらすぐにやらないと。ムカデはきついね。でやっぱねムカデ気持ち悪いやん。まあ俺はそんなになんかもう慣れたんよ正直。最初虫嫌やったよ。でもいいかねパレットやりだしてもう3年目やる。だってうちもうその期間でなんか種と種のうん、戦いかっしょよね。どういうことごめん分からん。虫出るやん。そしたらもう本当に、うん、あもう出会ってしまったしょうがないねみたいな気持ちになる。俺もそう田舎に生きようやん。だけど彼らは自然なんよ、うん。自然優位な発想で考えたら、うん、生かしてやりたいんよ。うん、俺だって生かしてやりたい。うん、鳥に食べられて。うん、でそれ鳥が糞して木が育って、うん、そういう循環をしてほしいと思うよ、うん、けど今日この施設で俺と出会ったからには、うん、もう俺も黙ってられんやらないんだよ、ね、その一番が、うん、一番末端ゴキブリとかもちょっと外で見かけたぐらいだったら見逃すもん、うん、反映してくれと思うわ勝手に、うんね、なんかね、知らんと思うんですけど猫とか食べる気に、猫がゴキブリ食う。猫とか食べるゴキブリ、結構ゴキブリはねみんな食べてる、俺は食わんけどね。いやそりゃそうやろ。いやいやいややばいやでいやクモより気持ち悪いわ。第6位ね。第6位リーガルパレット、ね、危険生物第6位やこれで、いや、うん、でもムカデは、うん、もうそのなんちゅうかなもうやらないけんやらないけん、ね、もう見逃せん。いやこれはねお客さんの安全を守るためにね。そうで あったんよ前お客さんの靴の中に入っちゃったっていうのが、ね、で、はいはい、だからうちは、自然がたくさんあるから、まあ、そういう動物とかおるんで殺虫剤もまあ至る所に置いちゃうし、まあ、そこはもう何ていうか都会じゃないから、うんまあ、お客様 にはもうご了承いただいて、うんまあ、ちょっとそういった事情にありますってことをさあらかじめこう張り紙はしとるんやけど、うん、それ以来ね、うんうん、けどやっぱムカデっちゅうのはそれぐらい出たらやらないけん。そう、ね、もう甘えは一切なしやね。引きちぎるぐらい。いやでも、ね、いやいやだけまあその虫としてはムカデはもうやっぱり第二、もうこれはもう譲れんね。やらないけ。でも1位が分からんのそうなってくると。いや1位当てれる？ゴキブリ出て、番外編も用意しようかい。じゃあ先に番外編から行こう。番外編はカメムシ。はあ。カメムシはね、はあ、まあ俺がね嫌な思い出しかないんだ。カメムシ。うん。高校時代に、うん、俺制服ここ破れちゃったんやけど、うん、数学の授業中に、うん、こうなんかあれって思った。冬場、うん、なんかコリコリしちゃうなと、うん、カメムシの匂いがめっちゃする、うん、なんかコリコリしちゃって、いやなんかカメムシ臭くね、うん、カメムシ臭くねとか言って、うん、いや臭いね臭いねとか周りでみんなが言ったよ、うん、でバッチ出したらボロボロになったカメムシの死骸出てきて、うん、でむちゃくちゃ臭いんでもうああああってなるやん。でも授業中やき、うん、
先生に、うん、また当時福間先生に、うん、おいでっつって言って怒られたの、うん、もうそっからもう大嫌いいや結構人格が固まったぐらいの時のトラウマだ。そうそう。でこれねもうね多分ね今日見てらっしゃる方でもあると思うんやけど、うん、虫に寄られやすい、虫に好かれやすい、うん、もしくはまたはその好かれやすい虫っていうのが決まっちゃう人もおるよ中には。へえ。で俺はカメムシにめっちゃ好かれやすい。でカメムシがよと飛んできやすい、うん、俺に。だけど何回かあるよそういう経験が、うん、例えばパーカー気象って冬場でカメムシって冬眠の性質があるきね、うん、暖かいあの冬場は暖かいところに隠れるんやけど、うん、洗濯物とかの中に隠れるんやけど、うん、で俺あのパーカー気象ってここのパーカーの中もなんかコリコリするなってボロボロしたらボロボロのカメムシの死骸が出てきてライブ会場からもうライブ見ずに家に帰ったこともあるでカメムシっていうのはそれぐらい害を及ぼす、匂いの。いや俺一回もないけね、多分好かれるんやろね。好かれちゃうと思う。あの迷惑じゃないやろ、俺もめっちゃ迷惑やろ。あのだからみんなが見てないとこで、お客さんも見てないとこで実はカメムシちょっとスプレーしたし、はあ、そういうところが、そういうところがやっぱ寄ってくるの。キュンちゃん VS になっちゃう、こうや VS カメムシのシュッとシュッの戦い。今だっけずっと言ってるずっと言ってるやつやん。だっけ、番外編カメムシか。そうだからカメムシは俺は嫌い、俺は結構嫌い。となると1位当てて。いや分かるやか、めっちゃ分かる。だってクモ出た、ゴキブリ出た、ムカデ出たやろ、ハチも出ちゃうきね、うん、人間に害を及ぼすって何やろ、全く分からん。ウイルス的なこと。ヒントね、うん、あか、ファイナルアンサーいやあかモスキー。やったー、正解。かね、か、あ、そう。こいつがね、もうもう本当にね、この田舎&施設やってる人はもう今俺のこの動画もし見てくれてたら、今日のね、いいかねパレット通信を見てくれてたら、もうみんなだなだなっていう、それな、かなっていう、本当にいいよと思うぐらい蚊はやばい。ちなみになんで、あのね、まず俺としてはその第6位にね、座している俺としては、うん、倒せない、うん、まとめて倒せない。まあそうね。でスプレーを、うん、蚊を例えば5匹ぐらいの蚊が飛びようとしてるやん、うん、そいつらを倒すのに使うスプレーと多分、ムカデを倒すのに使うスプレー同じなん、うん、まあ空中やけね。そう、量がめっちゃある。そうそうそう。のくせ、繁殖率はすごいし、うんうんうん、例えばうちバーベキューやるやん、うん、で肉とかによってまた増えるわけよ、はいはいはい、増えてで刺すやん。でこれ増えてただうようよしようだけならいいんやけど刺すんよ。で室内にも残る、うん、でちょっとの隙間でも入ってくる、ね、で刺したらかゆい。でそれがやっぱ一番。なるほど。意外にね、ね、なんちゅうかな、まあこれ言い方あれやけど雑魚なんよ、うん、まあ、って雑魚や、一匹一匹はやろ、うん、でペンで終わるわけやき、蚊っちゅうのは雑魚なんやけど、うん、そのやっぱこの軍隊としている蚊でも確実に血を吸いに来ている、血を吸いに来ているこの100匹がおるって考えたらやっぱゾッとする、まあ、ゾンビと同じよね。一匹一匹はちょっとした武器あれ倒せるけど、ゾッとする。もうなんか空中戦やしね、しかもそうでまとめて倒そうと思ったら、うん、そういうね、あのなんちゅうか血を吸うぞって全ての子が考えてるこの集団、うん、こいつらをまとめて倒そうと思ったらこっちもやっぱ寄贈は甘きゃいかん、中戦いになる。おうおう、これも浩二君と、大西ね、そう、うん、イベント去年かな、うん、イベントの時に、うん、でイベントの時ってやっぱ中庭でガンやるやん、肉バーン焼いてさ、うん、夜もガンガンやるきゃで窓開いちゃうやん、うん、むちゃくちゃ蚊が入っちゃうわけよ次の日。おうおうで裏のビートの階段がもう蚊でびっしりなの、やばいと。で俺らが倒そうとしたらブワーッつって逃げていくわけ。でもまた時間経ったら戻ってきちゃう。これがそんな軍隊で動くの。おる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 。でこれがやばいと思って、もうこれはあれやるしかないっつってアースジェットみたいな、うん、こう踏んだらもうその室内にブシャーッって出るやつあるやん。あれをやったやん、であれを置いてやりたいんやけど、まあその学校広すぎる気持ってすごいよあれ、ズワーッて霧が出るわけ、はいはいはい、でこれも当たった 100% 虫としては生き残れんわけ、はいはいはい、でそれを持ってガーッと俺は階段を走り回ってるよ、うんうん、けどさすがに人体にも害がある気、あ、自分にもね、体調その日一日崩したこいつそいつらをやるためだけに、それでもまだ十何匹生き残っちゃう。なるほど。だからそういった意味だともう蚊はもう永遠のナンバーワンやね。もうこの施設やるよ間俺はもうずっと蚊に悩まされると思う。ね、そしてクモもやらんきね。あ、
そうか、雲は地上戦というか飛べんきね、そうあいつは。でそういった意味で、まあ、愛らしくて顔やってくれる生物の一個として多分考えられるのが、うん、まあ、ヤモリとか、あ、はい、カエル、はいはいはい、みんなが可愛がるやつですけど、だから彼らはいいよ、すごくとてもいい、あの小さい虫やってくれるからね。そういう風にして施設っていうのは、俺がスプレー持ってアシタカがゴキブリ食べて、まあ、たまに食べて、でカエルが顔食べてやってみて。いやこれね、俺ほんと申し訳ないんやけど、あの絶対に殺さんようにしちゃうよ俺虫を。いやらね、そうや、いやもうこれはね、ほんとに申し訳ない、うん、いや俺なんかね、ある時から無益な摂取をせんようにしようと思ってさ、うん、でずっとしてないんよ、うん、でもやっぱこういう話を聞いたりとかさ、その今ね子供がおってさ、で俺妻と3人で寝る時とかにね、うん、ブーンチカーブやけど、おるよ、ね、おるよ、俺は殺さんちずっと決めちゃったんやけど、うちの奥さんが全部パンチパチンって潰すの見てさ、あー俺自分が無益な摂取をしたくないっていうわがままのために、妻とか荒野とかに、あとうちのスタッフとかに摂取をさせやなと思ったら、俺はなんで自分の手をね血で染めてることができんのやろうっていう、俺だけいいやつになりたいのかって思った時に、俺ボコボコ殺していこうと思った。いややばい、逆にだけ俺生き物ボコボコ殺していくわ、ね、ちょっと待って、もうなんちコメントしてんそれ、ね、その背景と、そう、生き物は殺さんで生き物は殺さんでほしい。今のランキングで言う1位2位を殺して分かりやすいやろ、分かった分かった、番外編は殺さんでもいいよ、1位2位はやらないけん。いやね、いやでもね、本当はね、殺していこう、うん、殺していこう、あの、まあ、わがまま焼きね、無益な摂取をしたくない、いやで外で見かける分はいいよ、俺だってムカデを外で見かけてもやらんもん、実際そう、あの室内に、うん、いやそっちが来るなら、うん、そりゃこっちも行くよって話、うんうん、それはもうしょうがない、縄張り焼き、まあそうね、ここは人のね生活の中だから、それもしょうがないと思って。あ、でさっきそう言いそびれた。なんなんだ。虫を殺す方法。うん、でこれも本当に殺す方法はあんまり言いたくないんやけど、うん、ムカデに対して最適なスプレーの振り方っちゅうのを最近ちょっとだけ編み出したよ、まず第一、うん。あ、これは役に立つチップスやね。いやでもこれはちょっと少しね、うん、難しいかも。うん、みんな、ね、ムカデのね、つってムカデが動いたらこっちにプシャーってかけるわけ。うん、でもムカデからすれば背中にかけるってこと、そうそう、いやもちろん苦しいんよ、うん、けどムカデからすればうんうんうん、そうなことだろうと思ったさっていう感じね、うんうん、わかる、俺だからここ甲羅さ、結構甲羅だぜ、うん、みたいな、うん、だけど動くんやけどなかなか殺虫剤では死なんはずなんですよ、うん、けどこいつらのこのノズル、うん、殺虫剤のノズルをこいつらの腹にベッつって、うん、ピシッってかける、下から突っ込むっちゅうこと、俺も結構それピシッ、じゃあもうノズルと腹が触れちゃうっちゅうこと、触れる、うわすげえ、それは相当至近距離でいくね、そうピシッつって、うん、ピシッつかけるわけよ、うん、スーッと、うん、ほいさもうそうもうビキビキってなるわけ、あ暴れるけどね、でビキビキってなってグリ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 っていって絶命する、じゃあまあそっちの方が彼らにとっても長くかけられるより一発でね、一撃二撃でやられる気、まあのもちろん生命力あるがゆえにのた打ち回ってしまうんだけども、うん、これは効果的で、その延長線で、うん、この俺とそのマミがね、このあの施設でこのまま1年かけて編み出した今年の夏の殺虫方法が、まあちょっと劇的にねすごい、虫コナーズとかめっちゃ高いんよ、でも殺虫剤もまあ高いけど結構入っちゃう、これをもう1本か2本もう使う気で皆さん言ってください、でなんかっつうと、外に粉まくんよ高いやつみんな、でもそれって雨で流れるんよ、だから結果意味がないよ、うん、特に夏とかは雨多いけね、うん、梅雨時期とか、うん、俺たちは違う、室内のこの廊下入り口、外と廊下の境界線あるやん、うん、ここに虫除けスプレーブシュー振るんよ、で乾くやん、うん、乾くけどここには虫除けの成分が、うん、というか虫除けっていうかそのあれ殺虫剤、ね、の成分がバーチャルわけよ、で毒沼なわけ、うん、虫からしたら、うん、でさっきもそれで一匹ムカデを倒したんやけど、うん、腹言ったやん、うん、時その上を通るとのた打ち回って死ぬんや、うん、ちょっと弱らせるわけや、そうもうトラップで乾いちょってもね、だき、まず乾いちょってもそうやし、勘がいいやつは触れんし、うん、でだきその隅々に角に僕ら実は殺虫剤振ってるんですよ、うん、なるほどね、それによって例えば、ここ例えばこう柱があったら ここら辺にも振る、うん、そうするとこのゴキブリとかも取ったらあの動きがやっぱ弱くなる、ここの成分はもう、うん、彼らにとってはもう本当に相当有害やから、あはいはい、時あのおすすめです、家の入り口とか玄関口とかに、ね、あの殺虫剤をもう地面にピシューって振ってしまうっていうこの方法が
虫に超効きます。あれやな、やっぱこう戦わずしてもう向こうから退散させるっていう意味では本当の強さってそういうことかもな。いやちょっと待って、どういうこと、武蔵的ない誰も五輪の書の話してない。殺虫剤を床に撒くって話ね。なんでそんなさ、なるほどな、五輪の書みたいな。いやいや、感慨深いね。そうそうそう、感慨深い話だ。だからぜひ皆さんもね、試してみてください。はい、いいかねパレットね、たくさんの虫が出るんで、そこで僕が得た学びですから。なるほどね、うん、じゃあもしね、いいかねパレット来ることがあったら、一個虫というところに注目してね。そうね、施設を見ていただくと、あ、こんな虫おるなとか、うん、あ、これが荒野が、殺しそびれた蚊かみたいな、うん、そう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 あ、ムカデ出てきスタッフさんに言わない。はい、そんな感じかな、うん、はい、じゃあもう虫だけで一本丸々喋ってしまいましたけども、こんな感じで YouTube チャンネル登録、コメントやいいねをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、また動画説明欄に各種 SNS のリンクを貼ってますので、フォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次回のいいかねパレット通信もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、メガネにめっちゃ指紋ついてる。ちょっと一回拭こう。一回拭こう。きょんちゃん、本当に体調悪いし。え、うわ、ムカデよ。ムカデ、ムカデ。嘘やろ、嘘やろ。嘘やろ。嘘やろ。ちょっと待って、待って、待って、待って。ちょっとスプレー取ってくるわ。しばし、しばし、しばし。やばっ。